こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は茨城県のセントルゴルフクラブにやってまいりました。はい。はい、今日はですね、土曜日なんですけれども、普通に営業してます。そして、6日から高校生のゴルフのインターハイが、このゴルフ場で行われるんですけど、はい、今日はその練習ラウンドに密着しにやってきました。はい。はい、この方はどなたですか？はい。たけるさんです、はい、日本高校ゴルフ連盟日本代表スーパーバイザー兼プロゴルファーの土屋たけるさん、はい、素晴らしい。土屋さんのご紹介でここの取材させていただくことになった、はい、ありがとうございます、はい、野球の甲子園って結構ファンもすごい多いし、どことどこがちょっとライバルでとか詳しい人多いと思うんですけども、ゴルフとなると知らない方って多いと思うんで、うん、それをちょっと今日なんか知っていけたらいいなと思います。やっぱゴルフといえば何ていうか知ってますか？インターハイのこと。野球だと、うん、甲子園？甲子園って言いますよね、うんうん、でもゴルフでも甲子園がつくんです、うん、それは何々の甲子園でつくんですよ。何だと思いますか？さっきね、うん、あのクラブハウスの中に書いてあった。書いてありました。緑の甲子園。そう、緑の甲子園って言うんですよ、ね、はい、書いてあります。これはあまりこう認知度がまだまだ、ね、低いので、うん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 、ゴルフのインターハイって緑の甲子園っていう名前でやってるんだよっていう、はい、大きい試合なんだよってことをしっかり今見ていただいてる方に伝えたいなと今日は思ってますので、うん、緑の甲子園ご覧ください。今日、うん、スリクソンデサントさんのご提供で、あ、はい、これ多分かっこいいですね。スリクソンバイデサントなんですけども、うんうんうん、これもスリクソンでしょ。ちょっと星、柄が今までの5つ目のスリクソンから柔らかめのロゴに変えたっていう、ちょっと柔らかい感じで、はい、しかもすごいやっぱ着やすいですね。さすがスリクソン、ストレッチも効いてるんで何でも似合いますね。ちょっと雑ですけど、はい。もうちょっと付き合いが長いんでこういう絡みになっちゃうけど、はい、今日一日楽しく、ね、よろしくお願いします。はい、では一組目の高校から取材していきたいと思います。今日暑いんでゆこちゃん日傘つけてます。土屋さんも後でサングラスつけると思うんでご了承ください、はいはいはい、それでは紹介します、はい。高校夏の高校インターハイ2連覇滝川第二高等学校の監督であります角谷先生です。どうぞ、はい、お願いします。つけても大丈夫です。角谷先生率いる滝川大なんですけど、うん、今全英で活躍してる安田優香ちゃんとか、うん、今大東建託出てる、うん、はいはいはい、筆彩香ちゃんの母校になります。その2人を育てた監督です。お、日本代表軍団じゃないですか。そうです、ね、日本代表軍団です。すごい、お目にかかるとこういうの。いえいえいえ、ありがとうございます。すごい。兵庫県ですか？兵庫県、神戸です。神戸、はい、滝川第二の今、はい、エース2人をこれから取材していくので、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。先生に聞きたいことありませんか？なんかゴルフとは。ゴルフとは、はい、人間が全て出ますので、人間模様が全て出るスポーツしちゃいますからね。あ、なるほど。18ホール全てにストーリーがありますしね、はい、人生違います。ちょうど性格も出ますからね。例えばその生徒さんにはこういう人間になれとかあるんですか？ありますよ、ね、あります、気になる。やはり周りから愛されるような、ね、選手になってほしいので、はい、それはもう今の OG もそうですしね、はい、今の現役の子でもそうですけども、うんうんうん、周りから愛されて応援してもらえるような選手になってほしいですね、うん、はい、なるほど、深い。ありがとうございます。これからいろいろと質問させていただきます、はい、お願いします。本当に安田優香ちゃんとか古谷彩香ちゃんとか僕もよく知ってるんですけど、うんうん、本当にいい子なんですよね。そうですね、そう言ってもらいますね。ありがたいです。でゴルフも上手いんで、うん、そういうところをね学生は見習ってほしいなと思いますね、はい、よろしくお願いします。注目選手これからインタビューしてきます。お願いします。今回の高校1年生で、ナショナルチームに所属してます、はい、日本代表でもう数多くの、はい、大会にも派遣されてますので、はい、もう有名だと思います。お名前は？梶谷翼です。翼さん、はい、翼さん、はいはい、そして、はい、日本高校連代表ではもう4試合かな、4大会派遣してもらってます。はい、名前を？岡田小野葉です。小野葉さん、この前の ECC のね、はい、ステップアップに出てましたんでね、はい、はい、現場の松屋君、はい、お願いします、はい、お願いします。お二人はどのぐらいドライバー飛ぶんですか？230です。230? 240
すごい。飛ばすには何が必要ですか？なんか自分は結構トレーニングとかして、うん、トレーニング、うんうん、して飛ぶようになります。え、下半身、はい、下半身とかの。どうじゃん。え、自分もまあそのトレーニングで、まあ、効率よく体を動かして飛ばすのが、うんまあ、一番飛ぶのかなって思います。やっぱトレーニングですか。あれはためになります。でも私全然飛ばないんですよ。いやいやいや、もう高校生の若いですからね、まだまだ伸びしろがあるんで。はい。緊張させちゃいます。全然試合より緊張。試合より緊張。レアですよ、こういうちょっとトラブルショット的なの見れるのって、うん、トッププレイヤーの一番スコアがまとまるところってミスしてからが一番うまい。ちょっと注目です、うん。なんか気をつけることありますか？でも、まあ、理想は低めのフックで、うん、低めのフック低めのフックで花道。なんで低めなんですか？あ、滝？あー、やっぱまあ来季中の低い球しか多分出ない、うん、そうなの？そうなの？左足上がりだから。少し沈んでるのもあるしね。あー、ボールがね、うん、うまくいくかわかんない。何番ですか？3番。強い強い強い。おお、低く出ましたね。でもロングホールだね。多分右のバンカーあるんで、うん、左が今のホール。ナイスです。170ぐらいあるのかな。180。おー、ナイスショー、完璧。綺麗だね。ナイスー、やったの。完璧にリカバリーしたね。完璧に。そういう時ってちょっと打ち上げでもやっぱ少しバッテリー変える。なんかボールが止まりにくくなる。ちょっと小粒に打ったらしいです。すごい。ちょっとスピン止まりやすくしたね。今きれい。ラフってもっと今ふわーって上がりそうなんですけど、開いて低く出してスピンかけてましたね。なんか低く出てます、ね、これはかなりの上級者テクニックですね。すごい、素晴らしい、うん、優勝候補の2人ですよ、これが、うんうん、もっと転がれ転がれ転がれ、うん、重たいんですかね、うん、ナイスパー、ナイスです。あそこからパー、ね、あそこからパー、うん、ナイスリカバリー、ナイスバーディー。やっぱ多分ね、どういうイメージで打ってるかっていうのを、ね、知らない人がもうたくさんいると思う、うんうん、あれを知ってるだけだよね。だってあれ低いフックで打つって多分みんな思ってないと思う。思ってない。右にポーンって感じ。右にポーンでしょ。うん、普通にダイレクトに狙うのかなって思う。次どっから打つって全部決まってんだよね、あそこで。なるほど。で、左から打ったらもう右にピンが切ってあったらアプローチしやすいから、もうバーディー取りやすい。あれたまたま右に出しちゃったらもう次寄せづらいから。おー、寄せやすい。やっぱ低いフックっていうのはもう常に次のアプローチとバーディーを見えてたんですね。来た。おー、ナイス。うまい。プロのツアーをやっぱイメージして回ってるので、
しっかり測って、うん、メモに取って、うん、傾斜が全くないとこ探すんですよ。そのまっすぐ打てばいいだけのとこ、はいはいはい、翼ちゃん持ってきたみんなで聞いていくんだ、エリアごとに。誰かがプレイし中にみんなで撮ってよ、うん、これ何年前ぐらいからずっと、これでもどうですか、安田文英のああいうナショナルチームにね、ナショナルチームからこういうことをやってるというのを学んで、なんでみんなナショナルチームの子多いって。なるほどなるほど。地元の子が多いんですか。あの子京都からで、ね、うん、梶谷は岡山からで、結構県外もいますよね。堀琴音はね、徳島から来ましたしね。うん、はい、別にスカウトしてるわけじゃなくて志願してくるってことですよね。結構来てくれますね。あ、はい、あ、お名前を教えてください。中川初音さん、よろしくお願いします。今年 の, あの試合に向けて、はい、こう何か一言もら、はい、ってもいいですか、はいはい、まずは3連覇目指すんですけど、硬、うん、くならずにみんな楽しく、うん、していきたいと思います。でもあのスコアスコアスコアじゃなくて、その楽しく、みんなで楽しく3連覇目指して頑張ってます、うん、はい、ありがとうございます。でもなんか今こう見てたら、みんなすごい楽しく測ってるなみたいな仲いいのがすごい、なんかそこから見えてすごい感じました、はい、仲良さそう、はい、ね、先生も柔らかいし、そういうところになんか強さがあるのかな。頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、花道、はい、うん、結構傾斜、結構傾斜ないです。うまっ、すぐ打った、うん、おー、ナイス、手前花道、すごい、傾斜からすごい綺麗に打ちましたねちょっと気になりました。簡単に打っちゃうね。簡単に打ったね、傾斜してないのかなみたいな、うん、こうこう、これは2オン、2オンチャンスじゃないですか、うん、うわー、これは、これは乗る、お、乗ったよ、乗ったよ、ナイスナイス、すごーいかわいいもうあそこは寄せや、おお、ちょっとでかい、ちょっとすごいアイアンですよ。6番ですか、6番ですか、ね、5番です5番だって、今だけ女子で5番アイアンですよ、うん、最近なんか女子の選手でもあんまり5番アイアン使わないって聞くんですけれども、うん、結構福井工業の女子はみんな触れてる感じある、うん、触れてる触れてる、福井工業大学の女子のコーチをしてます、松田ゆりさんです。よろしくお願いします。お願いします。似てる似てませんか。似てますね、やっぱり松田レイプロのお姉さんなんですけど、うん、似てませんか、うん、似てる最初私マッサージマンのところでこう見て、あ、なんか綺麗な、綺麗な人がいるなと思って、いや、それは私が思ったんですよそんな綺麗な人がゴルフ場に、ごめんやいい、ごめんやいい、これが女子たちか、去年からコーチして、母校なんですね。母校です。母校、はい、高校大学と。じゃあ福井出身なんですか。いや、出身は隣の県の滋賀県で、あ、はいはいはい、高校から寮生活で福井の方に。津田玲ちゃんもはい、中学校から、うん、中3から転校して、うん、高校卒業後に、はい、男女ともにゴルフ部が、はい、はい、女子はどうですか、今年は。女子はとりあえずは入賞を、うん、入賞狙って、入賞は何位までですか。8位です。から入賞なので、はい、8位目指して頑張ります。コーチングで心がけてることありますか。惜しい、あ、ごめんなさい、うん、心が、まあ、とりあえず、うん、選手と同じ目線、うん、同じ立場になってアドバイスするようには心がけて、あんまり上から言うと、うん、選手もちょっとビビってしまうと、うん、もうちょっと言いにくいところもあるので、同じ目線で話すようにはしています
じゃあ本当なんかそのペットさん見てるとすごいなんか楽しそうに和気あいあせて、うん、キャッキャッキャッキャ言いながらやってるんですけど、もうちょっと閉まってほしいなと思ってまあまだ試合まで時間あるのでなんか今日ぐらいはいいかなと。やっぱ基本なんか伸び伸びこう楽しくこうラウンドする方向が強いんですかね。そんな感じは、うん、福田玲ちゃん伸び伸びやってますからねかなりかなりツアーに行きますけど、福田玲ちゃん伸び伸びゴルフして楽しそうですよ。ゴルフが好きなんですね。家族もそういう家族なんですかね。あ、そう、私の家族は、ね、でもすごく家族知ってるんですけど、だから、ね、変な意味じゃなくて変な意味じゃなくて、うん、お父さんとかお母さんもすっごい明るいですよ。びっくりするぐらい、ね、そう、意外、意外ですよ。もっとすごいピリピリするのかなと思ったんですよ。練習ラウンド練習楽しかったし、すごい全然低い、いつもそんな感じ。ティーショット見てみますか。そうですね、みんなで見てみましょうか。いいね、いいね、若いね。K-POP とか見るんですか、K-POP とか。めっちゃ好きです。好きなんだよ、やっぱり。え、タピオカ飲むんですか。飲むんだ。タピオカ飲みます。予選はそんなに苦戦もしないで通過できたんですか。すごい。4人のスコアのうち3人のいいやつを取るんですよね。だから3人で何日間でしたっけ、ラウンドは何日間。5日間で、5日間か。3人で2日で14打差。すごい、うん、部員募集してる。部員募集してますよ。中学3年生の皆さん、受験の皆さん、お願いします。ゴルフできなくてもいいですか。あ、ちょっと微妙に一瞬待ってください。どうした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 。よし、楽しい。聞いたら来るって。聞いたら来るって。誰が来るんですか。誰が来るんですか。もうイケメン好きなんですけど、ね、あー、どっかの誰が来るんですか。チェックしてるイケメンがいるってこと。イケメン君が。どこの高校っすか。言えないです。言えないですか。おーちゃー、ナイス。かっこいい。やばい、すごいね。完璧、完璧。結構狭いっすよ。完璧。池の横に打つって。おー、ナイスショー。ナイスボー。完璧だな。みんなの狭いところに。大丈夫、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 大丈夫。ショートカット。おー、ナイスキック。ナイス。ど真ん中。ど真ん中、うん、おー、うん、ナイスショット。福井工業楽しみですね。いや、めちゃめちゃ上手。福井、うん、一番飛ばしてた子だね、うん、ナイスボール。やっぱりこの狭さでターゲット置いてくっていうのはさっき福井工業すごい振るっていう話したじゃないですか、うん、でね、振った方が曲がんないですよ。振り切った方が絶対曲がんない。やっぱり狭いコースほど。ありがとうございます。頑張ってください。狭いコースほど振れなくなっちゃうから、うん、だから曲がっちゃうのね。もうレッスンするときは、うん、迷ったらマンブリっていうレッスンするんですよ。でマンブリの癖をつけてから細かいところを直さないと、はい、それはアイアンも一緒ですか。アイアンも一緒。へー。結局人間ってこうないものねだりなんで、うん、曲がんなくなったら飛ばしたくなるし、うん、ああなるほど。でも曲がったら距離いらないやって言い出す、ま、曲げたくない。そう、曲げたくないから距離いらない、はいはいはい、それのもう順番がもう毎回毎回同じ繰り返しだから、繰り返しね。だったら振る練習をたくさんしといて、うん、細かいところを直す方が振る習慣がつくから、はい、あー、なるほど。トータルバランスからいったら振るっていうことが一番大切かもしれないですね。はい。土屋さんも高校はゴルフ部だった。そうなんですよ。サングラスですか。サングラスつけなきゃ。やっぱ、はい、はい、ゴルフ部だ。ゴルフ部も静岡ですよね。高校静岡県の稲取高校って言うんですよ。稲取、稲取、伊豆の方。全国大会で唯一、はい、公立高校が多分その稲取高校と厚木北だったんですよ。はい、あとはみんな私立みたいな、はい、なかなか上位にはね、あんまりこう行けなかった覚えはありますけど、僕個人は
静岡県で一番、はい、すごい強い、そういう成績を思ってたんですね。そう、高校からゴルフ始めたんで、こうやって全国大会もね来てましたんで、その頃に戻れたらなんて言ってやりたいですか。その頃に戻れたら、はい、そんなにあたふたするなよって言いたい。やっぱまだまだ男の子はねガキでしたから、あたふたした同期にね池田裕太くん、そんな人がいるんですか。深田陽介くん、プロで活躍してるね、小池一平くんとか、はい、女子だったら宮里愛ちゃん、はい、横峯さくらちゃんのゴルフがもうみんなこうどん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 上り詰めていったような選手たちがたくさんいましたんで、なんかさっきのね名前負けじゃないですけど、あたふたしてた覚えありますよね、はいはい、あ、なるほど、全国大会に来ると。なるほど、はい、続いては大阪学院高校の西浦先生です。西浦先生、こんにちは、よろしくお願いします。はい、なんか柔らかい。初めて言われました。僕もすごい知ってる先生なんですけど、すごい熱い先生で、も生徒の心をしっかり掴んでる先生、はい、2010年に全国優勝されていて、去年は2位ということで、はい、今年はリベンジをしに来たって感じですかね。まあ、昨年がまあ1日間競技という形になってしまって、で本当に選手たちがもう1日本当にやりたかったっていう思いをこうちょっと無念というのを残しながら、ちょっとこちらを後にしたんで、今年は本当に何が何でもというような気持ちでやってきました。なるほど、はい、優勝に向けてのなんかその取り組みとか、なんか変えたりとかされたんですか。とにかくやっぱりこう団体戦を目標にっていう形で、もう常日頃からも私もでキャプテンも、まあ、選手たちも本当にもう幾度にみんなこの団体戦で優勝するんだっていうことを、うん、もうとっても言葉に出して1年間こう団結力というのを強めてきた感じですね。はい、行きましょうか、エースのところまで。はい、年齢担いでいってるんで、こちら選手、はい、エースですか。はい、はい、あなたが本校のエースはこちらです。こちら先生、こちら君のなんかいいところ、すごい期待度なんか責任感が強いんで、いろいろなものをこう背負ってるんですけども、その背負ってるのをこうもう跳ね返すだけの、まあ、背負い切れるだけの力というのを、まあ、今年はもう完全に身につけてますので、身につけてる、もう僕は今はもう信頼しかありません。ベタ褒めっすね。はい、すごい信頼関係が、俺は期待だよ、はい、細いですね。でもだって全国優勝してるもんね。春夏春ね、春に個人でですか。すごい個人で、個人ですごいですね。大阪学院期待のエースですよね、先生。頑張ります。そうです。この3年生。3年生ですか。3年生ですか、最後の夏だ。はい。どういうその攻め方っていうか、プレーの仕方なんですか、彼の特徴は。もうね、攻め方というよりも、とにかく勝負強さ。ここ一でこう、バーディーが欲しいとか、ここ一でスコアを出して欲しいっていう時の、まあ、この勝負の集中力ですね。すごい。だからその攻め方というよりもその集中力の高さが彼の一番の武器かなと。すごい。ここぞっていう時はどういうことを考えてプレーしてるんですか。どういうことを考えてる、あんま考えてない。なんかその目の前の一打のことしか考えてないと思う。画面から通しても分かると思うんですけど、冷静さが半端じゃないでしょ。冷静普通高校生さ、うわーみたいなね、ね、なんかもう感じだけど冷静なんだよ彼は。もう一人ね、ちょっと今回関西の大会でちょっと優勝した、はいはい、下家選手、はい、ここで分かりました。はい、3年生です、うん、はい、最後になります、はい、急成長ですか。急成長ですね。もともとのこの正プレイヤーとしての持ってる素材的なものは、まあ、こちらとこう、もう引きを取らないぐらいのものがあったんですけども、いかんせん試合になったらなかなか発揮してくれないという、まあ、ちょっとこう気持ちの弱さというのが、まあ本人も分かってたと思うんですけども、まあそれをなんとか本当にこの特にこの半年間が基本的に練習の中のこの小寺がとにかく前に前に前にっていう形で一生懸命ランニングとかもやってくれるんで、まあそれにも負けずこの下木も中心になってやっていってくれたっていう前向きな姿勢がちょっとこの勝負強さを生んできたのかなと。まあ、今回の方がこのその成果が出て関西ジュニアという試合で優勝することができたと。まあ、ちょっと昨年の関西ジュニアの優勝で今年の優勝は
しむわけなんですよ。どうやってこうメンタルを強くしようとかって考えたんですか。練習いっぱいして自信も持った。はい、はい、あやっぱ練習ね。もっと入るのもいっけ。言っちゃっていいんだよ、もう好きな方が。それもね、持ってるものがあるんで、まあ僕はもう常にやることやったら結果が出ると。なるほど。いうことをもう常に合言葉でやってますんで、とにかく練習だけじゃないし、もう正しい練習ですね。でしかも人からね、なんかこう好感を持たれるような練習取り組みっていうのをしておれば、結果はどっかでついてくるよと。まあ高校の時に出なかったとしても、後々と。今年は本当にこの2人がもうツートップでやってますので、絶大な信頼を置いてます。はい、頑張ります。お願いします。後藤君は来年のエース、2年生のエースなんで、期待の、まあ、層が厚いってことですね。層が厚いです、はい、お願いします。フェードが持ち球ですか。はい、はい、はい、フェード真ん中、お願いします。緊張します。アドレナリン、来年のエース、来年のエースの予定です。来年のエース後藤君です。後藤大人です。まあ、今2年生です、まあ、彼はあのはるばる九州の熊本から、まあ、香港の方にわざわざ、はい、門を叩いてくれまして、本当にこう僕自身も責任持ってエースに仕上げなくちゃいけないという。なるほど、はい、エースが基本的に落ち着いてるという大阪学院です。なんかみんな落ち着いて、ね、大阪だからうわー喋るかなと思いきや、なんか結構うわみんな冷静、ね、でも全国大会優勝した時って、はい、もう俺は絶対優勝してやるって感じで。いやなんかその高1の時に優勝したんですけど、はい、その前の夏は予選全国に出れなかったので、で優勝っていうよりも、うん、10位内に入ったら次の夏までシードがあるので、うん、それを目指してやってきたんで、うん、優勝っていうプレッシャーは全くなかったです、うん、で今年個人戦出るんですよね。出ます。どうなんですか。コースが、うん、ここすごいなんかティーショット難しいんで、うん、このホールとかもなんか打ちにくいかったりするんで、うん、あんまりこうガツガツはいけないかなって思って、なるべくマイペースでやるしかないってことですよね。そんな気負ってもっていうところなんですね、はい、うん、はちゃー、ははー、ナイスショー。すごーい、ナイスー。どう攻めますか、ここから狙う、狙えるイメージ。いや、狙えない。狙えないイメージ、はい、どういう風にパーティングですか。どうばグリーンの右手前にバンカーがあると思うんですけど、うん、左にも大きいティーがあるので、うん、そのバンカーまで行かないぐらいの、うん、手前アプローチできるところまで行けばいいかな。なるほど。何番やで、どういう球で。5番で低めにフェアウェイ転がっていけばいいかなって。うん、ナイスドロー、見送り。イメージ通り。いや、ちょっと、ね、でも安全なとこですよね、うん、ちょっとやっぱラフが深い分ちょっとこう、はい、ちょっと開いた感じな、はい、今、うん、普段パー5のコースを、うん、パー4にしてるから。でも右行ってよかったじゃない。あ、まあ、左はね、右ですね。このバンカーよりもこの辺に置くつもりだったの。バンカーに入れて、バンカーに入れてもいいの。こんなとこまで来たんだ、はい、今聞きましたから、うん、バンカー全然問題なかったみたいです。へー、打つラフの方が嫌だった。一見こっちの方が良さそうに見えますよね、うん、バンカーも寄せやすい。バンカーを入れて、うん、セーブするつもりだったみたいですよ。じゃあ5番へあんなにポーンって軽くいってこんなに飛ぶんだ、うん、すごい。うわですね。今一番自分の中でやってはいけないことは何ですか。いや、まあ、奥に外すのと、うん、あと、まあ、その手前のなんかちょっと受けてるんで、そのキャリーがもう手前だったら絶対転がらないですね、うん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 、もう少しキャリー出したら、ね、
はい、難しいんで。このホールは小寺選手苦手みたいです。本当嫌だ、さっきからずっと言ってる。もしここが実際パーで上がれたらもう、まあそういうことですね、うん、気持ちも乗っていくかもしれないですね、うんうん、重いんだ、うん、やっぱ、まだ、まあ、成長期かな。身長は、うん、多分ちょっとずつはまだ伸びてるんですけど、うん、じゃまだこれからね、はい、あともう少し太った方がいいんじゃないですか、はい、もうちょっと太ったらなんかもっと飛びそうですけど、うん、どうですか食べてます？食べます。食べます？こういう遠征の時はいつも以上に食べるんですけど、うん、それでも維持するか、はいはい、それでも体重一緒ぐらいかちょっと減るぐらい。減っちゃうの？はい。去年の夏は本当に体力切れで、うん、なんかプレーにあんま集中できなかったんですけど、うんうんうん、その今年からは親にあの炊飯器を持ってきてもらっておにぎりを食べるようにしてます。試合中は。めっちゃ緊張してて。一回もっとね、ちょっとね、体を大きくして、はい、飛ばせるように。はい。はい、あと個人戦も頑張ってください。ありがとうございます。はい、練習ラウンドで監督が見てるとか。様子です。様子。特に何アドバイスとかも。ここに来るまでにもやることやって、まあ、ある程度もやることやってると思ってるんで、うん、あとはだからもうここで急になんかもう不安な感じになってるとか、うん、まあ変になんか焦っとんなとか、まあ、ある程度やっぱほんま気持ちの状態をこう整えるのがまあまあ自分の仕事かなというような、うん、だからもうほんまにもうそういうようなこと言えばもう、うん、ある程度選手たちがねもう自分で感じることなんで、うん、気持ちが入るっていうのはいいんですけど、うん、何でもやっぱ過ぎてしまう、過ぎて入りすぎてしまったら結構自分の力を出せないまま、なんとなく18を終わっちゃったんだ。そうそうそう、それだけならないように、うん、だから様子を見てるんです。しもけくん215ヤード5番アイアンで打つそうです。すごい高っ。寄せやすそうな、いいとこ届いてますね。うん、5番アイアンで十分届いてますね、うん、みんなゆっくり振りますね、大阪学院の子たちは。そうですね、うん、やっぱトップのポジションからこの、うんうん、ここの速さがやっぱすごいですね、うん、ゆっくりねじって、うん、瞬発力がすごいですね。おお、狙ったかのように。うん、今のは思った通りの球ですか。はい、さすがです。持ち球だ。お名前は尾崎孝也です。尾崎孝也君、頑張ってください。おー、ナイス。うん、ナイス。バネがすごいですね、今の。瞬発力がすごいわ。ありがとうございます。優勝目指して頑張ってください。ありがとうございます。本当に頑張りますんで。まず、あつれ、ありがとうございました。こんにちは。滝川第二の先生からキャプテンを紹介してもらいます。はい、第一キャプテンの小野孝之です。だいぶイケメンですよね。ねえ、イケメンやね。はい。こちら男子も楽しみなんで。はい。爽やかな。男子の目標は？目標は優勝です。お、はい。優勝。最高が2位なんで。おお。すごい。女子ばっかりね、注目されてますので。はい、そうですね。はい、個人の目標もありますか。ここにも長野ですよ。あ、日本ジュニア行きます。日本ジュニア、お本当に頑張りますね。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。双子で別の高校に行っている、お名前は。松原龍吾と申します。松原龍吾君、はい、弟。僕兄の方。兄、はい、弟は別の高校。はい、別の高校。どっちが強いんですか。僕の方が下手です。ちょっと待って。今回の大会の目標は。団体戦で優勝して個人戦でも優勝できるように頑張ります。じゃあ、弟に勝つっていうことですね。そうですね、はい、頑張ってください。